検証挑戦開封の儀。今週はですね、なんかどうだろう、これは、これ、ちょっと成果。珍しくですね、一週間の、当たったやつを、トーボーにしてみました。タワーにはなってねえな。タワーとは言えないな。身長高いしな、私は。はい。高いしなってすっげえ高い。そんな、すごい、大女ではないですけど、まあ、もう、どうなの ?168 とかなんで、ちっちゃくはないんですけど、ちょ、これ、しまいに行っていくんだったら、ちょっと止めろよっていう感じかもしれないですけど、これ、肉ね。サントリーの、当選と、あともう一つ、カタログが当選したやつで、なんか、肉、干物、米みたいな、確かそういう選択肢の中から選ぶやつで、私は米沢牛を選択したやつ、なんだっけな、なんかね、さっき、整理した時にあったけど、忘れた忘れた肉と、あれですね。まあね、気分はね、あんまよろしくないですよ。結構ね、なんかね、打ったっていう方の、なんかレビューとかも、なんか最初の、なんかまだ全然広がってない頃の、なんかっていう時だったら、その、どうだったとかいうのは参考になるけど、今のこの、なんか、今の時期は、まあ、こうちょうど20代の方とか、まあ、多分マスコミが女優とかですね、著名人とかが、感染して、毎日こう感染者数をこう、報告しまくって、煽って、で母子感染がどうのとか言って学校緊急事態宣言にしたりとかなんだりとか不安を煽って若者接種をしあこうわーってしてる割には供給が止まっててみたいな時なんでこの何て言うのかな接種できてない方の立場希望しててもできてない方の立場からするとものすごく嫌な気持ちなんですよ。すごい参考になるとかじゃなくて、なんか、焦るわけではないんだけど、別に、そんなのは。だけど、気持ち的にはね、嫌な感じ。正直に言うとね。ドヨンとすんだよ。なんか、こう、もう6割ぐらいがさ、どうなんだろう、今。まあでも、子供は接種券とか、来てるわけじゃないからさ、まあまあ、あれなんだけどさ。でも、子供が打ってないから、私はいいや、ぐらいに思っててもさ、親がなったらさ、その子供はどうなるよ、みたいな、こう、隔離みたいになる的な話されたってるんでね、こう最近は。それがちょっと本当に腹が立つ。親としての心情で、別に自分が苦しんだり自分が死んだりとかそういうのは全然、あんまりそんなになんとも思わないんだけど、そう、私がいないことによって、子供が、なんかこう、ご飯食べたりとか、いろんなことで支障が出てくることに対して不安だなっていう正直なそんな感じですね。ちょっとあんまりなんかこう、割と当たってると思うんでね。何個当たって ?1、2、3、4、5、6個、6個なんで、1週間で6個なんで、まあまあいい感じかなと思って。そこをこれ冷凍にしまって、うん。まあまあいい方かなと思ってるんだけどね。うん。で、こちらはですね、もうまず一つ、明日を目指せアスリート応援キャンペーンオリジナルお弁当今日に2個届いたんですよ。丸大からこれ多分ね、はがきがなくて手書きで完成はがきで押したと思う。丸大のやつは告知見てそういうのでも当たるんだね。あんまはがきがないものまで追っかけることはないタイプだからさ、もうご縁がないって思ってるぐらいだから。でもなんかアスリートってついてて、たまたまそのバッグとかなんかで応募するやつだと思ったんだよな。わかんない。覚えてないわ。覚えてないっていうのが、もう本当に。これ、ねちっこくないんだよ、私。これ何?うわ、いらねえ。いらねえ、これ。なんだ、これ。やべえ、お前の名前書いてある。いや、これ開封の儀で出さなくてよかった、これ。おい、いや、松岡修造の名前書いてある。やべえ、これ名前書いてある。名前書い、お前の名前書いてあるよ、これ。これ、おい、
美味しいお力に。よかった、これ、開封の儀しなくて。バッチリ書いてあるのよ、名前がね、これ。やべえよ、これ。面白い、これ。何これ。いやー、ちょっと待って。ちょ、待ってみ、これ。よかった、ちょ、最近ちょっと欲しい。うわ、何これ。はっ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 明日を目指せアスリート応援キャンペーン、お父さんおめでとうございます。この度は明日を目指せアスリート応援キャンペーンにご応募いただきありがとうございます。松岡修造メッセージ入りオリジナルお弁当箱すげー、今日ちょうどね修造の話してたんだよ。ちょうどチビが練習 して、で、なんかコーチが、コーチ何してたとか言って、なんか褒めてくれたとか言って、どうだったって、君は才能あるねとか言ってくれる、いいぞいいぞとか言ってくれるって言ったら、修造みたいなタイプキャラじゃないんだからさ、とか、いいぞ頑張れいいぞすごく良くなってる、明日オリンピックだ間違いないとかって言って、何これ、へえ、すげえ、すげえ、すげえ、これ。これ何、松岡修造に直筆で書いてもらいいって書いてある。直筆だってよ、これ。これ見て。あ、今ちょっと鳥肌立ってきた。松岡修造さんに皆様のお名前を直筆で書いてもらい、直筆文字を印刷したオリジナル弁当箱だったから、心から、遅れたって。うー、すげえ、びっくり。びっくり、びっくり、すげえ、すげえ、これ、これ、ただこれだけの、あれなんだけど、すげえ、すげえ、これ、これ、直筆なんだ。名前直筆書いてくれたの、ちょっとすごいね、嬉しいね、なんかこう、うん、松岡修造。松岡修造の思い出と言いますと、私はですね、まあ、神奈川県民なんですけど、生まれも育ちも神奈川県民なんですけど、実はですね、ゴルフをガチにやる前は、テニスをやっておりまして、その話初めて聞いたよっていう方がいるかもしれないですけど、割とテニスやっちゃうんですね。で、テニスで、で、私のところで、ちょっと大きいテニスの、なんていうのかな、コートがあるっていうところは、湘南スポーツセンターっていうところ、今多分、名前が企業名で、名前が変わって、結構違ってるかもしれないんですけど、誰だっけ、湘南白百合のあの人、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 女性の、あの、青汁飲んでるあの人が、メインでよく練習に来てたコートのところでやってて、松岡修造はいたかな、まあ、なんかぼちぼち松岡修造のなんとかっていうのを開催してたのはなんとなく記憶にあるんですけど、で錦織圭もなんとなくなんかとかいうのはあれなんだ、まあ、記憶がとにかくなんていうのかな、ゴルフの前の10代の、かなりは中盤ぐらいだったので、もう記憶がほぼないんですけど、誰だっけ、なんとか、あの人の名前が思い浮かばない。すぐにハッと出てこないの。誰だっけ、ちょっと横青汁の人じゃなくて、なんだっけ、湘南スポーツセンターでテニスプレイヤー、杉本愛だ。杉本愛さんが、いました。よくいました。うん。でね、ものすごいなんか、ちょっとテニスコートって言ったら4面ぐらいのあれで、テニスコートね、まあ割ととか思うかもしれないですけど、むっちゃでっかい、むっちゃでっかい、むっちゃむっちゃむっちゃ広い、もう、すごい、テニスの大リゾートっていうのかな、なんかでっかいでっかいいっぱいコートが何面もあって、でセンターコートとかあってみたいな、感じでしたね。神奈川県民だったんで、そこまですごいなんか選手とかにはなってたわけではないので、なんか、なんとかの大会とか出たとかそういうわけではないから、じゃああれなのに微妙なんですけど、あと、なんかね、海外の国際大会で、日本の試合でテニスの試合を観戦したことはないんですけど、確かなんか伊達公子がオーストラリアのメルボルンかなんかでやった試合を見た
ことがある。うん。それはなんか写真があるから多分見たんでしょう。試合の感想とかは全く誰と戦って誰でどうだとか言っていうのは覚えてないですが、あの時はなんかむちゃくちゃ強かったな。グラフっていう、シュティフィグラフっていう選手がなんかブリブリ言わせてたような気がします。はい。はい。そんな感じでございます。はい。で、松岡修造の思い出。一応テニスはやったことがあると。まあ、ゴルフの前にテニス。テニスの次にゴルフに行ったんですけど、もう自分の理論からすると、テニスボールとテニスラケットよりも、ゴルフのボールとゴルフのクラブの方がちっちゃいわけだから、もう絶対なんかこれ不利って思ったのね。もう自分の選択肢の中で卓球っていうのはもう絶対ありえないのね。あのゴルフのボールとさ同じぐらいで、まあでも卓球のラケットの方がゴルフのクラブよりもなんていうのかな、こうね、卓球のラケットの方が大きいから、で有利かなとも思ったんですけど、卓球っていうのは動いてる球を打たなきゃいけないから、これちょっと才能ないなと思って、でたまたままあ身内とかがゴルフとかをやってる、もうゴルフ基地外みたいな、まあゴルフのプロみたいなのがいたので、でゴルフの道具とかが全部揃ってたっていう、なんかね、いろいろ恵まれた状況下にあり、で、ゴルフをやって、で、大学ぐらいかな、ゴルフをやって、でもなんかもうすごい炎天下が嫌になったんだよね、皮膚が。私結構ね、日光が弱いタイプだから、日光に当たると、真っ赤になって、なんだろう、もう結構耐えられないんだよね。真っ黒になるのが嫌だの前に、なんか真っ赤になって、それがもうかなり耐えられない感じだったから、みたいな。そんな感じでしたね。あとね、なんかね、ほら、ゴルフってさ、テニスって同じところですごい運動するけど、ゴルフって停電にいないでしょ。だから、そのコートの中内で収まらないのが、ちょっとなんか不安かな、みたいなところはあるね。もし一人になった時にどうするんだとかいう問題とか、まあでも最終的には、もう一人、で、セミプログラムまでに極めた時には、もう一人でゴルフの、クラブを4本ぐらい担いで、一人で、こう、やり回ってたんですけどね。まあ、それがね、二十歳とかする、それくらいの時ですね。結構極めましたね。だから、ゴルフとか言って、ね、本当になんか、クズ、本物のゴルフを知らない奴は、ゴルフイコールセレブ、イコールお金持ち、イコールいいイメージみたいな、すごいなんかザマス系でこう来るけど、グリフゲーとか言う、してグリフゲーとかして言われるとすげえ腹立つんよ。しかもそれがなんかさ、株主優待でゴルフとかね。もう本当に、こっちはもう本当、厚木の山のところのさ、ところのゴルフ場とかでさ、そこはもう会員権とかしかないから、もう会員権とかでもう一回3万とか、安くて3万ぐらいとかいうさ、ところなのにさ、梅崎振る舞われましたとか、ね、ふざけんじゃねえよとかって、で、遊びでやってるわけじゃなかったから、なんか話聞くために腹が立ったっていう、まあそれはちょっともうさておきですね、次の開封を。あとレミパンとかは、まあ、レミパンは、まあ、ちょっと後に回してですね。あと、これはちょっと紹介した別口に、長々というやつじゃなくて、これはちょっと紹介した、ちょっとまあ、前に紹介したやつの中がちょっと違う。ちょっとこの作りたて直送ギフトの中が、多分3000円のコースと6000円のコースとそれが分かれてて、多分こっちのキッコーマンの方のこの三足ギフトのやつの方が中身がちょっといいやつだった気がします。マルちゃんので当たったやつ。今回結構なんか後半忙しすぎて検証に没頭できずですね、月初からも結構なんか月末とか月末月初結構くじいてましてですね、集中した時間が取れなくてちょっともう怖いな。検証って走り続けないとさ、何も来なくなるからさ、チーンって感じ。何のご報告もできなくなるのが、ちょっと私的にはっていう。で、こちらがですね、だよ、だろわいよ、ドゥーミセク、なんだよ、読みにきいな。大道ドリンク。なんこれ。だろわいよ、ドゥーミセク。ね、なんこれ。
読みにきな読みにき、はい、パリスって書いてある。パリパリパリはね、もうね、なんかね、パリなんか、パリはもう18歳以上の人のワクチン接種がほぼ完了してるんで、ほぼ通常の暮らしをしているって出てました。ひろゆきがひろゆき情報かよ。ひろゆきね、ひろゆきのライブ最近全然行ってないんですよ、見てないんですよ。でもひろゆきがマニアックな人のライブに行くところでひろゆきと遭遇する的な、マニアックな人マニアックな人って誰よって、マニアックな人だよ、マニアックな人だよ、誰とは言わないけど、うん、はい、いろいろあんのよね、私にもそれなりに付き合いがね。チッ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 チ、じゃん、なんだこれ、1680人が生まれてねえよ。はい、チッ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 、あ、大道やってたな、なんかたらみ大道ドリンク共同企画だから読みにきんだよ、だろわいよ。あ、私フランス語絶対ダメなのよ。あのね、またここでね、話がつけないの。私って一人でずっと喋ってられるからさ、大したネタでもなく原稿もなくこれだけ喋ってられるっていう。あ、じゃあね、フランスなんですけど、フランスあんま好きじゃない、あんまり好きじゃないとかじゃなくて、フランスに行って、ルーブル美術館に行って、モナリザを見ようとした時に、もうモナリザいませんでしたみたいな、その時にちょうどモナリザの、絵画展が日本でやってるとか、あとほら、フランス革命のあれのね、記念切手とかになってる、110周年記念、平和条約とかいう、時とかに、ちょうどフランスに行って、ルーブル美術館で絵画を見ようとした時に、著名な絵画が全部日本に行ってる。私ね、本当にそういうパターンがすっごい多いんですよ。エジプト行ってた時は、そのエジプトの、その、ツタンカーメン展が日本でやってた時とかね。本当に、だから多分、ツタンカーメン展なんか多分生きててたうちに、多分、あれ一回ぐらいしかないでしょみたいな、あのタイミングでしかないでしょ、多分。ググれば多分出てくると思うよ、あのツタンカーメン展が、日本でやってて、私行ってた時ちょうどツタンカーメンいなくて、で、かつ、日本人の旅行の人たちが、襲撃され襲われた、やつの前日に、前日の、その同じツアーに参加してたっていうね、翌日だったら怖えなおいみたいな、そういうのなんか、肝を冷やすっていうかな、後から知ったみたいな、先にね、その先、後で、その事件があったらもうそこからはストップになるわけだから、その前の日に行ってた人っていうのはとりあえずもうやっちゃって帰ってきて後から知ったみたいな感じで、怖えなみたいな。で、エジプトとかだと、やっぱりちょっと、不安だから自分で一人で行くっていうことではなく、やっぱなんかツアーの方がいいかなみたいな感じでツアーで行ったみたいな感じ。あとは基本的には海外は、一人で地球の歩き方見て、地球の歩き方知ってます？地球の歩き方。最近、むちゃくちゃなんか、取材にも行けず、海外に行くっていうあれがないわけじゃないですか。だから、すごい売れなくて、すごい困って、地球の歩き方図鑑みたいなやつ、が、なんか、苦肉の策で出てて、それがちょっとヒットしてるみたいな、今までの海外の取材とかの、なんか総集編みたいなやつをまとめたやつ。エアー旅行とかしてもね、絶対なんかあれって旅行とかってね、その時に行って、その時に、見て空気とか場の雰囲気とかそういうのを見ないと、やっぱり、どうにもこうにも映像とか百聞は一見にしかずっていう感じなんですね。で、フランスはだからそういう思い出とですね、あとフランス語圏で、もうちょっと本当に私ね、足軽なんじゃないかっていうくらいヨーロッパでも、あ、分かったって言って、もうその日に速攻もう、手配して行っちゃうとかっていうことを平気でするタイプだったのでですね、ちょっともう気になって、あれはね、ちょうど、音竹さんが五体不満足を出して、大ベストセラーになった時に、発売の記念の本を持って、そのまま
アントワープかなんかに行ったんですよ。アントワープってベルギーだと思うんですけど、そこフランス語とか何も知らないで、五体不満足持ったまんま行っちゃったっていう、まあそれぐらいの時ですわ。結構若い時ね。で、行って、で、フランス語なんで全くね、言葉が通じなくてですね、まあわかるとしたら英語とかスペイン語とか、イタリア語ベースのやつだけど、もうお手上げ。お手上げ、なんかもうどうにもならない。で、だから、食事をするようにも、レストランに入って、とりあえず、this ってやるしかないじゃん。もう、フランス人にイタリア語とかで言っても、もうずっと、舐めたんかいみたいな感じだから、全然優しくないから、とりあえず、this って頼んで、全部、this って頼んだら、思いっきりクレープが5個ぐらい出てきたとか、言えよみたいな。これ全部お前が頼んだのから、全部クレープだぞみたいなので、教えろよみたいな。全然、親切じゃない国だなっていうのは思ったんですけど、でも、それは、ですね、ベルギーなのでフランス語を喋ってるっていうだけの国だという、そんな感じですね。フランスでね、何をしたかっていうのは、あまりにも多分ルーブル美術館、ルーブル展とか、モナリザが日本に来た時って結構前だから、私も結構若かったから、結構それくらいの頃のはあまり覚えてないような気がします。あんまりなんか食事とかもあんまり合わなかった気がする。食事があまり合わない国にはあまり思い出がないって覚えていないという、そういう感じでございますね。だからフランスとかドイツとか、あとイギリスとか、ご飯があんまり合わない国はあまり、思い出がないと。スペインとかイタリアとかはむちゃくちゃ美味しかったりとか、自分の性格に合う国だから、むっちゃなんか入り浸ってたから、もう濃厚に思い出があると。イタリア覚えてなかったらそれはもうおかしいんだけどね。ということで、このね、言葉が通じないっていうのはむちゃくちゃあれなんですよ。で、ひろゆきフランスにいるけど、このダロワイオドビス、読みにくいな、もう何回読んでも読みにくいな、もうこれ。大道ドリンコっていうのもなかなか読みにくいな、みたいな感じだけど、これ。ダロワイオジャパン、ダロワイオ何回書いてあるんねん、みたいな。ダロワイオですよ、ダロワイオ。ダロ、はぁ、読みにくいな、疲れた。疲れてんじゃねえや。あ、でも今日もうほんと感情の起伏がさ、結構あれだったからさ、疲れてんな、ほんとに。感情の起伏が。疲れた。ほんとに。ワクチン接種率とか聞くとほんと萎えるわ。ちょっと、反対、自分の子たち位置から周りを見る、あれをですね、ぜひ心がけてください。これでね、あんたワクチンっていうか、何、普通に暮らしてて、まあ、マスクしてたよ。普通に暮らしてて、まき散らかすなよとか言われたってさ、何もしようがねえよ。私は一応、電話も繋がらない。サイトもパンクしてる。しゃあないから、接種会場に突までして、それでも、もうどうにもなりませんとか言われたら帰ってきたんだよ。一応努力はしたよ、もう。それでまき散らかしてるとか言ってんじゃねえよ、みたいな。テロじゃねえよ、みたいな。これ、マドレーヌでございますね。これはマドレーヌでございますね。これフランスといえばマドレーヌでございますよ、これ。はい。これね、マドレーヌはこういう形してんだよ。これマドレーヌっていう食べ物です。はい。皆さん、よろしいですか？こういうなんかちょっと貝の形をして、真ん中が腹がこう出てるような、この形状、の、こういう、食い物をマドレーヌと言います。はい。私の知り合いで、このマドレーヌという形状の食べ物が、クソ大嫌いなやつ、知ってます。そいつプレゼントしようかな。ダロワイオだよ、ダロワイオ。言いにきいな。返して。ダロワイオ、ちょっとダロワイオ。タラミの、なんでさ、こうカロリーミットとかタラミとかでさ、こういう甘いのなんだろうね。よくわかんねえ。なんかもっと健康にさ、なんかもう、せんべいとかにすりゃいいじゃんね。なんか塩せんべいとかな。なんかこう痩せそうなさ、エビせんべいとかさ、そういうのにすればさ、健康とかさ、太んないでさ、いや、だって太りたくないからさ、こういう菓子をさ、あんまり食わないようにして、タラミのゼリーとかさ、食べてんじゃないの？違うの？
そうなのね。考え方が違うんかな。よくわかんない。これですね、レミパンミニなんですよ。これレミパンミニでですね、これは視聴者の方からご意見がございまして、ちゃんと開封の儀をやれと。ね。ちゃんと手抜きすんなと。さっくり言った方がいい、さっくり言った方がいいっていうのと、なんかこういうネチネチヨタ話をしながら行けっつうのと、こうね、2パターンあるんで。いや、それで私もね、広告に平野レミさん出てくると、じゃあまあちょっと浜地千波先生のね、あとがよし、ちょね、映るからさ、映るから何やってんの、これなんかさ、ちょっと放置してどっか行かないでくれる、何やってんの。せえよ。じゃあこれ箸袋みたいなやつとかここちゃんとして。だからこう映ってんの、もうムカつくんだけど、人がやってる時にさ、汚いことすんなよ。レーミー。これこっちの方がでかいのよ。どんな感じ、同じものがって思ってるかもしれないけど、これレミパンワイドとレミパンミニ。どう違うのか。それ大きさが違うんだよ、感じ。簡単に言えば。で、あと、あかね。握力とか基本的にないからさ。よし。平野レミさん。うん。レミパン。中をちゃんと、中見せろって見たのさ、まあ、中見せろって、開けるのがめんどくさいんだよ、もう。よし。広告に平野レミさんが出てくることを期待して、連呼しとこう。かごめ。平野レミさん。連呼してさ、私広告のところにさ、平野レミさんが出てきたら、私は基本的に浜内ちなみ信者なんだよ。よいしょ。おいしょで顔がバーン出たら一番ショックなパターンだ。レミパンワイドと、すっごいなんかちゃんと梱包されて、もうほんとね、なんで開封の日のね、開けたくないかっていうと、うざいぐらいに梱包が、なんかもうガッチリされてるところ、開けるのがめんどくさいんだよ、もう。当たったー、ラッキー、やったー、でももう終わりたい人なのね。これがワイドです。はい、これがワイドです。なんかさ、欲しかったものが、検証で手に入るっていう。まあ、だから今週はそんなになんかいっぱい当たってるっていう、全く当たってないっていう時もあるからね。割と当たってるっていう表現した方がいいのかな。なんか感覚的に毎日、わーいっていう感じではなかったですけれども、なんか、跳ねてから気になってたレミパンがですね、このように2種類も手に入ってですね、まあ、教育至極にござりまする。はい。ね、これ鍋なんですけど、おそらくこれは26センチのワイド型なんですね。で、大体フライパン買うときって24センチと26センチどっちにしようかっていう悩むと思うんですけれども、基本的に2、3人、まあ2人とか、まあ、少人数家族の人は24センチのでいいかなって思いますね。でも26センチってなってくると、もう3人から、以上4人とか、まあそういう、まあ大きいものをですね。まあ、26センチも持ってた方が、両方持ってた方が、それは、使い方いいと思いますけど、まあ、このパターンだと、レミパンだと、この26センチと、で、こっちがこのレミパンミニっていうもので、フライパン形状になってるけど、鍋にもできるっていう、多分ね、これ料理する人だったら、あ、これ2つ持ってたらいいなっていう、そんな感じでしょうね。まあ、これプラスだから24センチが多分あるとパーフェクトなんでしょうけれども、でも、この、
ミニで、味噌汁とかそういう、なんか、とりあえずなんかこう、汁物系、煮込み系とかもできて、かつ炒め物系は、量も、十分これでできますよ、的な、感じだと思います。すげえなんか、嬉しかったです。これ、企業としてはですね、こちら日清の方で、こちら日清で当たりました。日清でレミパンの、ミニが当たって、カゴメの方でですね、レミパンワイドが当たりまして、で、最近またカゴメがですね、検証を始めて、レミパンの、なぜかワイドじゃなくて、レミパンのミニの方が商品になってたと思いますわ。確か。違ったかな。記憶が最近、ちょっとハガキの紹介とか全然してないんで、申し訳ないんですけど、カゴメでね、なんか LINE で来てましたわ。LINE でなんかカゴメの、またキャンペーンが始まってますんで、で、レミパンのですね、この、どっちの方が究極だよね。ただ、これでシチューを作れって言ったら、なかなかちょっときつい部分は、あれ、できなくはないですけど、昔小林克代先生っていう方がいらしてですね、料理研究家の家庭料理をやってる、ちょっと母ちゃん的な感じの、方がいて、その方はなんか料理の鉄人とかいう番組とかでも、フライパンで何でも料理を、煮込み料理とか何でも作ってたような印象がですね、鮮明に覚えてるわけじゃないんだけど、あったので、多分これでシチューを作れって言っても、これ多分できると思うんですが、やっぱりなんかこれくらいの深さ、深さでも同じぐらいかな。ちょっと心持ちあるかなみたいな。これで、やっぱ味噌汁をこのフライパンでやるっていうのはちょっと、変なので、やっぱこれがあるとですね、むちゃくちゃいいかなと。これ、持った感じはね、ずっしり重いです。多分この加工、ですね、この IH 対応の、このずっしりとしたこの熱伝導の良さそうな感じの、こう、フライパンでしてですね、決して安い鍋って、ニトリとかで売ってる安い鍋って500円ぐらいのやつ、あれ結構軽いから片手でも大丈夫で、で、私割とね、こう強そうに見て握力ないんですよ、実は。こうやって、こうやって、なんかテニスラケット握ってるような感覚、テニスラケットって確かこんな感じで、V にして握れみたいな感じで教わった気がしますけど、私が持ってると、これでなんか殴りつけるんじゃないかみたいな感じに、思われるかもしれないですけど、ゴルフはこうですね。ゴルフはこうですねとか言って、手元まで映せないの、ちょっと。卓球のラケットわかんない。卓球はね、もう、本当に全く才能がない。多分。バドミントンは一回もやったことない。あれが信じられないんだな、なんか。鳥の羽をだってあれでしょ。話でちょっともう無理とか思ったもん。そのついでさ、気がないんだけど。これ全面に、やっぱり熱伝導。これですね。多分なんか、もうすごい強度があるんだろうな。なんかもったいなくて使えないな。なんかバーミキュラとかだと、これ鉄なんで、ここに油が染み込むまで、なかなか、使うのが大変ですけど、多分これはなんかなんとかセラミック加工とかそういうのあると思うんだよね。知らないけど。それで多分油を引かないで卵をですね、ピャーってやってて目玉焼きがスルンってこういくんじゃないかなと思います。で、料理をするときに何でも油をね、ビャー引けばいいっていうそういう問題じゃなくて、まあある程度年取ってきたらですね、その油あんまり使わないよみたいな。全部なんか自分の己の健康に、なってくるぞみたいな。で、これがね、一番、いいかなって。こう。だから、油で揚げるとかよりも、むしろ、年齢が、どれぐらいですか？目視に打てないぐらいの、年齢でもですよ。高齢者じゃないでしょう。こでしょ。高齢者だって優先なわけだから。で、その次50とか、起用しようとかがあれなんだから。どうしよう、希望してても打てないぐらいの。またそこでネチネチ返すのかよみたいな。希望しててもダメな、世代で、あれで。でもなんか小金井とか16歳からでも OK だよとか言われたらもう何も言えないんだけど。うちとか人口が多いから、そんなことないんだよみたいな。で、ですね。これが立つ。で、やっぱりだから、これくらいの年齢からですね、もう若い頃からだよ、もう子供の頃からですね、なるべく油で揚げた揚げ物とかよりも、蒸したものとか、蒸した素材を、こう、
素材で塩で味わうみたいな感じの料理で、食べていった方が、そして塩分量とか、まあ、油分、塩分、糖分をですね、控えて外食すると、しょっぱい、なんかしょっぱい、口の喉が渇くぐらいな感覚で、過ごしてた方が健康に生きられるんじゃないかなと。で、私最近この長崎県対馬の文字用をちょっと愛用してますけれども、本当になんかね、これいいですよ。うん。塩にこだわる気持ちって分かります？塩にこだわる気持ち。この塩にこだわらないやつとは多分もう絶対もう話し合わないと思うんで、もう絶対に、来ないでください。ね。テーブルの上に日常的に味塩をボンって置けるような人とは、話多分絶対なんか合わないと思いますので、もう関わらないでください。私はもう、この塩に対するむちゃくちゃこだわりがありまして、うん、塩分はこだわるけど、ミネラルの、このね、サイフラットマウンドも言ってましたよ。もうちょっと危険な思想のサイフラットも言ってましたよ。塩に関しては。にがりの、こう海の方の塩。そうとか、結構健康的な食べ物的な考え方とか、そういうところはね、あいつね、ほとんどあいつの思想とは、に共感できないんだけど、なんか食べ物の健康意識的なものに関しては、あと塩のことに関しては、すごいなんか共感できるところがある。やっぱり人間そこまでなんか 100%、どうだろうな。なんかいいとこもあるんだなと思ったところでございます。最近なんかツイッターでですね、うちの左右のサイフラットマウンドのところ、なんでサイフラットマウンドなんですかみたいな、ハレネズミ主権党のって言われて、名前の由来はって言われたんで、まあ、そういうサイフラットマウンドがいますっていう、まあ、そこから、そういうとこハリネズミみたいなやつだなと思ったんで、ハリネズミを飼ってたって、名前を、つけたんですと。で、嫌味でつけたんだけど、まあ、飼ってるうちにそれがもうむちゃくちゃ可愛くて、もう今左右なしではね、もう、うん、生きてられないぐらいな感じ。皆さんもね、アンチの皆さんもね、あいつ、左右は可愛くないけど、ハリネズミの左右は可愛いな、とかして結構言ってもらって、ハリネズミの左右結構ね、可愛がってもらってます。はい。ということで、本日、当選開封の儀、今週は、肉が2つと、レミパンと、あと、カタログギフトと、ほら、あいつだよ。ダロワイヨ、だよ。が、当たりました。ということで、あと何個当たったかな？うん、ということでですね、もうこれで、終了させていただこうと思います。まあ、なるようにしかならんさ。大丈夫さ。うん。はい。ということでした。ご視聴ありがとうございました。